今回の依頼は政府が首魁に展開している海上部隊の襲撃だ。彼らは海路を封鎖し我々の物資調達を阻もうとしている。このまま見過ごしてはおけない。航行中の敵艦隊は空母を中心に護衛として多数の巡洋艦が同行している。こちらで用意する潜水艦に乗り込み航行中の船団に接近。目標の艦隊全てを撃沈してほしい。襲撃予定地点はノームが予想される。作戦遂行には困難な状況だが敵に発見されずに接近するにはこの機を置いて他にない。海面下へ落下した場合機体の回収は不可能となるのでくれぐれも注意してほしい。では健闘を祈る。メインシステム戦闘モード起動します。目標の破壊を確認しました。お疲れ様。作戦目標クリア。システム通常モードに移行します。